で、まあ、樹海ツアー1泊2日のをやるんでっつって、うん、樹海に1泊するってことですか？いや、樹海の近くに近くに宿を取って、うん、樹海でも彼らは散々言ってるので、まあ慣れたもんなんですけど、言うてもねって思ってたら、結果的には1泊2日で、うん、見つけて、ああまあそこはね、もうどうしても、はい、そういう場所ですからね。これは皆さんご存知の通りですよ、うん、はい、ありましたって言ったら、どっちやつ、飯食うかっつって前におにぎりとか食べ始めるんですよ。すごい。それ富山さんも食べ始めるんですか？いや、みんなが食べ始めるから、まあ、しょうもないから一緒になっちゃう。そう、なんでしょう、なんでこんな放送できない話ばかりするんですか？どこら辺を使えばいいかな、これ。ずっとファミリージョッキって、でん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 。ずっとファミリージョッキ流れるな、これ。クリアするまでですね、これね。あ、でもすごいですね。その経験はどう行きましたか？でも、それは。でも、静止感みたいなの変わりません？変わりました。生き死にみたいなところで言うと。で、だから、まあ、順を追って話しますけど、いや、さ、俺これ初めてゲストに苦情言うけど、今日ね、せっかくだから話そうと思ってお土産話持ってきましたって、その土産話が一切流せないってどういうことですか、これ。ね、やっぱね、ちょっと狂ってますよ。いやいや、普通じゃないですよ。これ皆さん、こういう作家性の強いクリエイターとね、我々一般人の違いはここですよ、やっぱり。いやいやいや、僕主体がないですから、ね、僕もびっくりしたんですよ。いや、そうなんですけど、僕の体験です、そうなんですよ、体験としてたまたまですもんね。はい、うわーって、でもいや、なかなかな、うん、体験をされてますね。今回ね、イラストにしましょうか。2人来たことにして難しい。イラストなんか可愛らしいイラストで、こんなに流すトークが流せないゲストいないよ。これクローズドイベントやるべきだった。いやでもやっぱり、なんだろうな。でも富山さんは、でももう分かります、富山さんが抱いてる感覚は見てても分かります。なんかそういう感じですよね、多分。パッと普通に受け入れてらっしゃるんだろうなっていう感じはすごいします。うん、ねえ、困ったな。困ったな。いや、でも認めるわけにはいかないっていうか、いたら困ることしかないです。いや、僕逆で言うと、いても困らないと思って。本当ですか？だってそれがもっと作用するならもっととんでもないこと起きませんっていう。とか、後ろに先祖に見られたらすごく、すごい嫌だから、なかったことにしないと。いや、確かに自分の守護霊が自分が何見てるかみたいなのを。何見てるか、何してっかを見られると、こう困るっていうか。わかります。いや、そうじゃないですか。死んで、閻魔様に罪が暴かれるとは正直別にっていうか、悪いことしてないしと思うけど、先祖が全部見てたぞって言われると、いや、でも、頭抱えません。日本の宗教観だと、地獄行った、まず地獄って、その三蔵川たった後に閻魔様がいて、何の鏡だっけ、なんとかの鏡っていうのが、ありますね、はいはい、そこの鏡、自分がやってきたことが全部映るわけじゃないですか。うん、僕は、あれ、とんでもないプライバシー侵害だなと思うのは、いや、
俺とエンマ様の間だけでエンマ様はほらお前こんなことやってきただろって言われるのはいいんですけど、あれなんかいろんな絵本とか、うん、いろんな絵巻とか見ても昔のね、あすげえみんなの、ね、みんなが見てる前でさ、みんなお前死んだらこうなるよっていうのが一番何が嫌かをよく知ってるから、そんなでもひどくないですか、そうですね、ひどいからエンマ様とはなんかみんなに見せることないじゃんっていう検査係みたいな言ってるんですだから それは仮にそういう犯罪じゃなくても嫌じゃない、嫌ですよ、嫌です母さんもうちょっとあの、はい、使えないこと多いすぎるから今日は1個ちゃんとしたテーマがありますから、はい、こうやってお二人の接点というテーマ、まあお互いあのゲーム作っていらっしゃいますけどジャンルが全く違いますね、違います、いや富山さんと俺のゲーム上での接点ってほぼないですね、なんじゃないかな、ゲーム上ではないです、その2人の何かお互いがこう察してる共通点が どっかにあるのかなとか、お互いがお互いどう思ってるのかとか、この全く違うジャンルの2人が接点はあるのかどうか、あのそれはすごくはっきり僕にとってあるのは、はい、新人のペーペーの頃に 3D ゲームを作れっていう無茶ぶりだったんですよ、はい、会社からの、あの若いやつの方が、はい、もう誰も何も知識ないけどっていう時の、はい、僕らのリファレンスって格ゲーしかなくて、いやだってあの頃格ゲーがベンチマークでしたからね、うん、あれで、はい、うん、あ全部の業界のね、でも特に人体を動かすっていうと格ゲーしかないので、人体をやっぱ緻密に制御するっていう、でまあプレイステーションだからハイパーオリンピックの時です、ハイパーオリンピックイアントランタのキャラを担当した時に鉄拳1、はいのキャラをめっちゃ真似したんですよ。ああ、そうなんですか。あの、で僕、鉄拳1ってだから、当時、記憶がふわっとしてる、記憶やとか、知識もふわっとしてるから、おぉ、シェーディングすげえと思ったら、シェーディングしてないんですよね、あれ。あの、グローシェーディングとか。いや、2の、2は、あの、カクカクになった時ですよね。2の、その、なんだろう、太もも、になんかこうグローシェーディングが、あ、そうです、2のミシェールです、そうです、ミシェールの太ももに太ももにグローシェーディングが、でその前はなんていうかね、あれは、シェーディング風に影描いてるっていう、あれはテクスチャーですよ、あのナムコってちょっと面白いけど、いわゆるその業務用とかいわゆる商売に乗ったゲームとして初めてテクスチャー貼ったのが世界初がリッジレーサーですね、で鉄拳はいわゆる 3D ポリゴンのゲームとしては初めてとテクスチャーを貼ったっていう、そうです、であのね、僕初見だとやっぱ吉光のアーマーとかっておおって金属、そう、はいはい、シェーダーっていう知識ないけど、はい、CG で金属だと思った、ね、金属だと思ってたら、あれあの白から青にグラデーションだけだったっていうのを途中で気がついて、はい、ああそうかと思って、でもあれを真似したんですよ、あのハイパーオリンピックの時に。あ、そうなんですね。あ、途中で気づくってか、あれ、そめんで分かりませんだって書いてる。最初全然、あ、本当ですか。最初っていうか、だから最初はまだ素人というか、入社ギリギリかな。入社した時に、鉄拳ばあちゃんみたいな、全盛期の。ばあちゃんいわゆるもう、生ポリゴンみたいな、ね。そうですね。ばあちゃん、だからばあちゃんで、なんかシェーディングだのテクスチャー使ったのっていうのがあって、はい、だから鉄拳も同じかと思ったら、いや書いてるだけじゃんみたいな途中で気がついて、あれはテクスチャーテクスチャーテクニックです、でも逆にすごいってなんか書き方でそんな風に見えるんだ、いやうちなんかそういうの多いんですよね、プレイステーション2の一番最初のタッグ鉄拳タッグも床とかがすごい起伏があるように見えて、みんなにバンプマッピングすごいですねってみんなに言われたんですけど、違います。ただのテクスチャーですよ。あるあるですね。そんな高度なマッピングはしていませんみたいな。いやー、でも、もう、でもね、本当に、なんていうかな、だから配属されたチームが、僕、ハイパーオリンピックインアトランタで、最初はすっごいへこんだんですよ。最初壁に、これからプレイステーションに注力するっつって、はい、こう、
配属表みたいなのが出て、はい、わーってみんなで壁に、配属表みたいなの見に行くんですか、そう、受験の合格発表みたいな、そうそうそう、壁なんですよ、壁なんですよ、すっげー、まだ、そんなナムコ見たことないで、俺どこだっつったら、あの 3D トラック&フィールドって書いてあって、あ、なんかかっこいいじゃないですか、そう、で、なんかこう、こういうゲームかなと、バトルのトラックだったら、トラック&フィールドってハイパーオリンピックだよねって言われて、すっごいへこんで、あ、そうなんですか、マジかよと思ったけど、まあ、俺とは無縁のそういうスポーツゲームがみたいな、いやーって、ハイパーオリンピックかよってなんかもう本当に思ったんですよ。ホナミさんを代表する IP の一つ、うん、そうなんですけど、まあ切り替えてやったら、でも結果的にはすごく良かったのは、まあ人体を動かす。しかも、まあコナミでもほぼ初のモーションキャプチャーを使うっていうことになって、まあ人体にモーションキャプチャーのデータを流して動かすけど、はい、格ゲーみたいな駆け引きもなく、はい、当たり判定複雑なのもなく、まあほぼモーションキャプチャーのデータを垂れ流すだけのして、なんか成立させるだけでいいミニゲームを作るっていう仕事じゃないですか。なるほど、なるほど。だ、新人のチュートリアル、僕含めて6人中ディレクター以外残り5人新人っていうチームだったけど、はい、まあ、そんな簡単なミッションだったかもしれないって、はい、まあ、完成させられたし、はい、キャラクター動かすってこういうことかっつって、はい、途中、その作ってる途中でなんか格ゲーの方はこう関節つなげ始めたから、あれ、はい、エンベロープですね。そう、すげえ、あれすげえじゃんとか言って、それ真似してサイレントヒルだと、あれ、あれやろうぜとか。サイレントヒルでエンベロープ入れるぞとか言って。首とか肩つなぐぞみたいな。めっちゃもう参考にさせてもらってって思って。いや、そうなんですよ。あの頃のナムコはね、本当すごい技術が。いや、すごいですよ。ナムコさんっていうかね、僕、思ってたけど、子供の頃は、やっぱ黄金時代だから、将来はナムコとか、ガンプラ作ってるバンダイみたいな会社に入りたいな。あ、そうなんですよ。僕、セガだったんです。セガ行きたくて。いや、セガも、ちょっと後セガだけど。うん、僕、セガ行きたくて、最初の、説明が間違って、プログラマーのセミナーに行っちゃって、君間違ってるよって言ったせいで日程が後ろにずれて、ナムコが先に泣いてくれたんでナムコ行こうと思って。僕もセガ落ちてコナミ入ったんですよ。あ、セガ落ちたんですね。セガ落ちました。僕は途中でちょっと辞退したんですけど、ナムコが泣いてもらったんで。セガさんに言ってたまた全然違う事実。僕もセガさんに言ってたら、いや、僕全然違うと思いますよ。でもコナミ入ったらセガ向けの部署で開発6部っていう、はいはいはい、はい、セガのために頑張るぞと思って作ってたけど、なんか直後は結果的にプレイステーションでなんかセガを滅ぼす陣営が、いやいや、僕もですよ、三国志的なこう、分かりますか、僕がセガに憧れたのに入社してやっぱ一番最初に言われたのがね、お前セガにいつ勝てるですからね、あなたセガにいつ勝てると思うって言って、10年かかるんじゃないですかねあれ、セガをやっつける側になったの俺みたいな。なんかね。あれみたいな。ということは共通点とすれば、最初お二人はセガ受けたっていうことですか。あ、そうだ、そこは共通してるんだ。共通点、セガ受けた。共通してるね。で、二人ともセガに行かなかったってのは共通してるね。しかも時期もそんな離れてないじゃないですか。離れてない。もうほぼ一緒。で、だから多分人体を扱った時期も一緒なわけだし。あ、ただ俺と富山さんがやっぱり社会人になってちょっと違ったのは、富山さんはそうやって配属表を見てどこだってなるぐらいじゃないですか。だから俺はやっぱ全然違うよね。ある意味、もう温室育ちじゃないけど、うんうん、社長からプログラマーまで、原田君はどうしたいのって言ってくれる会社で、君はどうしたいんだい、君はどうしたいんだいって。そうか。じゃあ用意してやろうっていう。もう社長からプログラマー、周りのプログラマー、先輩、企画の先輩まで、全員が、あ、原田くんはそうしたいのねって。じゃあ、何日まで用意しといてあげるよ、っていう。はーい、待ってまーす。あ、すごいツールが来た。わーい。はーいって。すいませんって、何ですかって。なんかこういう機能が足りないんですけど、こういうふうにできないんですかね。じゃあ、明日まで待ってて。はーい。って言ったらゲームができていくっていう、うんうん、夢の世界。いや、夢の世界でしょ。俺は最高ですよ。すごい体育会系で厳しく育ってきたから、はい、ずっと体育会にいたんで、学生時代は。
親も厳しいですね、うん、ゲーム禁止で。ゲーム業界ってすげえなと思いましたけど、今思えばナムコだけだったっていう。そう、世界で一番かっこいいのがバーチャファイター。そうですね、もうゲーム2件が一番クールですよね。そうで、なので初見の鉄拳ってうわって、僕が憧れたあのナムコがバーチャモドキみたいなのを出してると思ったら、バタ臭いなんかあの頃だってバーチャファイターをこういかにね、っていうか言う、まあそんな感覚だったんですよ。でゲーセンで見っけて、うん、しかもこうプレイステーションと一緒なんだろうとか、そうそう、システム重視で、うん、でやってあれってなったんですよ。お面白くねこれってなんかね。あ、面白いと思ったんですね。いやいや、あの やっぱポールでねポンケン出した時のなんか、なんか半分減るみたいな、あれとかのなんか10連コンボだのなんだのとか、うん、とかあのガード不能技と10連コンボはマジで突き刺さってなんかこれ面白すぎるやろこれと思って。まああの当時のナムコは格ゲーで実は 2D でも失敗してて、あんまりちゃんと格ゲー作ろうって気がなかったですからね、はい、ある意味テクノロジーだけがすごくあった会社なので。富山さん、そろそろ今日は、はい、あの収録も終わりに近づいてるんですけど、うん、まあせっかくなので富山さんから原田さんにこの際どうしても聞いてしまえと。聞いてしまえと。原田さんの謎の二面性ってどっから来てるのかなっていう。え、ちょっと待って、ちょっと、僕二面性あります。はい、おっと、いやちょっと待って、やっぱちょっと不気味だな、なんかやっぱ富山さんやばいね。え、僕二面性あるんですか。いや、だってみんな思ってると思いますけどね。え、本当ですか。え、どういうことですか。自分で分かってないかもしれない。いや、なんかそのなんか妙に几帳面な原田さんと、はい、あのなんていうんですかね、もっとこうオープンというか荒っぽいみたいな、どっちですか。あのだから僕ら的には、はい、その几帳面な方がなんていうか飲み会だけで会ってるとなんていうか面白おかしい原田さんの面がやっぱりいつも慣れ親しんでるから、はいはい、でもなんかところどころになんかえってめっちゃ細かいぞこの人っていう、なんかどういうどっから来てんのかなみたいな。あ、細かい、マニアック、まあ、細かいはあると思いますよ原田さんには。繊細な部分っていう意味もあるし、そうですね、うん、チェックの細かいっていうのもあるだろうし、いや なんでしょうね、多分その二面性は、あ、僕あのあれなんですよ、ちなみに性格がボコって変わった時期があるんですよ。多分それが影響してるのかな。僕あの小さい頃から高校2年生ぐらいまであのちま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 家で絵ばっかり描くような、はい、習い事と絵を描くってばっかりでみたいな人だったんですけど、アウトドアではなかったってことです、ね、アウトドア大嫌いで、体育会系は親に無理やりやらされてた、ずっと、うん、で大学に入った時にちょっと体育会系とかでやり始めたら、なぜか首相キャプテンとか、ね、みんなが推薦してくれてやったりとか、なんかあの多分変なこと覚えちゃったんですよね、そのちょっと大胆にいい加減そうに振る舞うことの方が周りがすごく楽、うん、周りが楽してくれるとか、うん、っていうことに気づいたから、自分のすげえ細かいとことか本当は繊細にいろいろ感じてることをもうちょっと実はいい加減にしちゃうってことの方が周りが受け入れてくれるってことを知ったんじゃないですかね。あれ、それね、僕もね、同じような経験をというか。あ、本当ですか。僕、ちょっとめんどくさい性格というか、どっちかというと痛い子でずっと育ってきて。あの、それはなんかわかります。わかります。みんな分かってます。え、意外じゃないですか、これ。みんなが分かってます。だから、ちょっとなんか、
なんかこう世間との付き合い方っていうのを把握できてなかったんだけど、はい、まあ、あのレンタルビデオ屋のバイト入って、はいはいはい、大学入ってバイトしようと思って、まあ、趣味に近いのがいい。でもレンタルビデオ屋のあれってバンド崩れみたいな人たちが多かったで、うん、で最初って全然なんかもう打ち解けられないわけですよね。接点がわからんと思ったけど、うん、まあ、バンド崩れっていうか、まあ、要するにヤンキー気質みたいなところのなんか、はい、そのさっきおっしゃってたような、うん、要するになんか適当なところ適当に、はいはい、合わせるというか、あのこっちを噛み砕きすぎたぐらいの方がみたいな、あれってでもそういうふうに振る舞うと、うん、いけるというか、あのいやそこをしのぐというよりその後も要するにそういうふうになパーソナリティの方が人ってやっぱりホッとするというか付き合いやすくなるんだなっていう、全く一緒。そう、それですよ。だから僕それですよ。だから多分二面性に見えてるとしたらそこが原因だと思います。だからある意味幼少時代の本来の自分ではないところを出せるようになったとか出すようになったとか、端的に言うと、ね、下ネタですね。下ネタ、何でも下ネタで流していくみたいなのをバイト、うん、最初はもう、なんでこれ、わかります。これ、嫌ですよね。嫌とか思ったんですけど。なんでそんな低俗な話題をみたいな。慣れると楽しいんですよね、なんか。いや、わかるんですよ。すっごい。これ楽しいわ、と思って。僕もだからそこを自分の繊細に積み上げて本来持ってて言いたいことを、あえて適当にしてしまう、誤解されてもいいからするってやったら相手も楽だし、回るんですよね、よく回るんですよね、うん、そうなんですよ。だからほらここ一番共通点じゃない。はまった、はまった、うん、一緒です一緒です。それですそのせいでこうなっちゃったんで、逆にそういう人が繊細に、僕の逆に繊細なところ気づいちゃうから多分二面性に見えるんですけど、普通の人はそんなそこまで見てくれてないと思いますよね、はい、今はもうディレクションどころか会社の経営者っていう立場でスタッフとの向き合い方だけど、ね、なんて言うんだろう、あの隙を作った方が動きやすいんですよね、周りは。そうなんですよ、うん、なんかもう一番上がふわっとしてるとなんか俺が動かなきゃいけないのかなみたいな感じになるというか。その通りです。だから僕も会社の中で付き合いやすい上司って、あのパーフェクトヒューマンじゃなくて好きが多い人ですもんね、うん、であえてこの人好き作ってるのかなって思うこともありますもん、やっぱり、うん、好きは重要ですよね。いや本当に周りの緊張感与えないみたいなところも含めて、うん、ね、特にあの世代交代みたいなので言うと俺がやったがマシじゃねえぐらい思ってもらった方がね、若い子には。いや本当そう思います、うんうん、でもなんかそれでいいと思う。下ネタおじさんでいい。最後にあの最も愛すべきクソゲーをちょっと発表しましょう。さあどうでしょう。いや、あります。いやでもだから一応考えてはきたけど、何ですか。弱いです。何ですか。富山さんにとって最も愛すべきクソゲーは何ですか。3、2、1。野球卿。野球卿 X1。 あ、はあ、シャープの X1 の、はい、X1 のカセットテープですね、はい、そうです。ありました、野球卿、ロゴが。これはちょっとさすがに補足のエピソードないと、はぁってなると思って。ロゴが思い浮かぶな。ロゴは分かります。野球卿の思い出で言うと、うん、ですね、まだファミスタより前です。はい、ファミスタより前で、一応対戦ができる野球ゲームの走りなんですよ。なんか後のパワープロとか、はい、そういうのの走りで、画期的だったのは、画期的っていうか最初だから何でも画期的なんだけど、コンストラクションというか、あの選手の名前とかを作れたんですよね。あのとか能力とか、うんうんうん、能力も全員に打率と防御力っていう謎のパラメーターがあって、それを入れる
だけなんですけど、でね、まあ何か、僕って親に頼み込んでですね、X1 を買ってもらってたんですよ。うん。で、会って、X1 で。で、友達とかがたまに来てたんだけど、明らかに、その、これ、俺友達だっけみたいな、ちょっとヤンキー気質の人とかもうちになぜか来るっていう。うんのがあって、ええ、でも目的は主に2つ、はい、で、うちの姉ちゃんが可愛かったんですよ。まず姉ちゃん目当てで来てた。なるほど、なるほど。もう一つはうち商店っていうか米屋っていうか普通に、で、だから。ひどい、ひどいわ。最悪。ひどいよ。そうじゃないですか、ただ。そう、来たついでもんで。3番目の理由がなんかゲームがあるっていうんで、だからヤンキーが寄ってくる条件が揃ってたんですね。そう、彼らに人気だったのが野球教っていうゲームで、でも当時の僕って野球当時っていうか中学生の頃とか全く興味なかったんだけど、なんかその選手の名前を変えられるっていう機能で、クラスの女子の名前をこう打順をつけて入れてたら、バカ受けして、すごい、すごい人気コンテンツになって。になってしまった。くだらない。クラスの女子で打線組んでる時のなんかこう、ムズムズする感じってわかるよ。なんかこの。思春期だからこそこう。おーって。パラメータ化するとき。パラメータ化なんか、なんだろう、防御力と攻撃力、よくわかんないけど。なんだろうな。原田さんにとって、最も愛すべきクソゲーは何ですか ?3、2、1。レリクス。レリクスは、知ってる知ってる。ファミコンのじゃないですよ、はい。ファミコンでもあったような気がするんだよ。あるある、一応あった。ファミコンじゃないです。当時の、いわゆる PC なんとかみたいな。NEC PC88 とか。88だったかな、最初。98だった。なんか、もっとも、MSX でもあったかもしれない。いや、もう店頭デモで死ぬほど見ましたよ。いや、レイクスは、ゲーム自体がクソとか、内容は評価してないんですよ、僕。そう、いい悪いは。そうじゃなくて、当時実はあれ、すごいコンセプトじゃなかったですよ。今じゃ考えられないんだけど、今多分発売できない。なんでかというと、ジャンルも、ゲーム内容も何も何の情報もパッケージにも何も書かないっていう、そういうコンセプトのゲームだった。なんだか分かりませんよ、このゲームは。もうマイコンベーシック読んでる人じゃないとゲームが分からない。しかも当時インターネットもないですよ。何の情報もない田舎の人間にとってはレリクスってなんか分かんないゲームを急に売り始めるっていうね。それしかも当時の値段で言うと、いや、いくらぐらいだったかな、そういう8000円ぐらいしてたよ。8000円とか8800円とか、そうなんですよね。僕多分 X3 版買ったけど、バグで途中まで行けなくて進行できないんだけど、ゲーム始まっても分かんないんですよね。何の情報が分かんなくて、だからっていうコンセプトのゲームだったんですよ。あえてそうしてたんですよ。放置したんじゃ、あえて何も言いませんっていうゲームで、うん、何のパソコンで動作するかだけが帯に書いてあるだけなんですよ。あった。で、ある意味その、昔、今もあるのかな、ミステリートレインみたいな、行き先がわかりませんみたいなね、うん、電車とか、行き先がわからない旅行みたいな、イメージでそのゲームでこれなんだかわかんないよ。買ってもなんだかわからないよ、みたいなことを売りにしたゲームだったんですけど、あれは、子供心に驚きましたよね。うん。うん、だからあれはある意味、ひでえなと思ったって意味で言うと、愛すべきクソゲーなんですけど。まあでも、うん、あんなことあの時代だからできて、うんうん、今そんなことやろうとすると、苦情の嵐ですよ、多分ね。サポートセンターが大変なことになって。